ッキング、こんにちは、みやこです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。大丈夫か。よし、行きます。今回は、パンテオンの映画っていうやつをね、ちょっと1日遅れなんですけどね、はい、弾いていきたいと思います。狙うはね、はこいつね、ユノー。クセクセってあれ、こいつの匂いがじゃないよ、匂いが癖と匂いが癖じゃなくて、あ、はい、ちょっとこの間ぶっ刺さってきたら怖いなっていう意味でこいつ欲しいですね。まああとは他にもね、こいつとかもね、メルクリウスとかも強いんですけどね、はい。ディフュージョンめっちゃ強そうだった。めっちゃ強そうだったよね、うん、はい。じゃあ早速、まあ確定のやつからパックが来てるんで今回引いていきたいと思います。これ何出るかな。これ確定だから安心感あるね。これマジ毎回来てほしいわ、本当に。来い。おお、ユリウスじゃなくて、なんだっけ、ユリクリウスじゃなくてさっき出たのにユリクリウスだっけ、メルクリウスめっちゃ混ざったわ、いろいろユノーとメルクリウスが混ざってぐちゃぐちゃよユリウスやらなんやらっつっちゃった。はい、はい、ってな感じで、まああと20連していこうかなって感じですね。まあ弾けなかったら、まあ俺は発言のやつでいていこうかなと思います。はい、まあこれでコンプしてくれた方がね、ありがたいですけどね。よし、トゥルッ。なし。まあいつも通りよ、そこはね。なし。おお、メリックリウスじゃなくてメリックリウスだ。おー、トタリア2体か。これ偏る匂いすんね早くも偏りの匂いを感じるんだけど、これどうなんやろうね。はい、ユロン。ちょっ、ユロン欲しいよ。あ、ガネーシャ。ちゃう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 。おっ、ほら来たよ、もうこれ、これ来たよ、これ来たよ。もうディビジョン簡単ですね。これもうディビジョン簡単ですね。まあ使ってないかちょっと分かんないけど、考えが。まあおそらく強いね。うん、元攻撃だから。はい。まあてな感じで、やっぱ偏ったわ。もうだからもうこれ、パック意味ねえから。これパックの期待値を全然感じてないから。これ絶対3点いらないじゃん。まあ偏るね。まあ偏ったらまあしょうがないね。まあ発言ガチャで引いていこう。まあユノーをちょっと僕は一番注目してるんですけどね。これやっぱウィンド魔法陣のライン、あの特に、まあ、マインのところも強いんですけど、でダッシュついて弱点キラーっていうのがね、友情よりもなんか殴りの面でなんかすごい強いんじゃないかな。8ターンと SS もいいしね、回転良くて。でもまあいいと、最近のキャラっぽいね。うん、120で2万9000ぐらいだったかな、そのステの詳細見たときに。はい。で、あと紹介してなかったけど、こいつね。フォルテナ。こいつはもう元素感持ってるから匂うよねって感じだよね。なんか今のところだと別になんかすげえ必要っていう感じではないけど、まあどっか刺さってきたら怖いなっていう、やっぱ元素感持ってるっていうライン。はい。で、こいつさ、進化前クソ A 好きなんだけど。わかる。進化後は？進化後はさ、もう車輪メインみたいになっちゃってるから。車輪メインじゃなくて、人の方をメインで、なんかあと、その抜刀するあれがかっこよくない？はいはいはい。映画。はい。まあ、これは余談でした。で、引いたやつね。メルクリウス。まあ、こいつが、ディビジョンの適正になってきそうという。で、ランダもね、結構、やっぱ強め。で、そもそもカウンターキャラ M 持って、さらにステも4万ね、いくのかな、120で。だから、まあ、最近のパワー型だなって感じだね。まあなんかディビジョン以外でも原則化のところすげえ活躍しそうな匂いもするので、まあこいつも比較的いいキャラなんじゃないかなと思ってます。はい。まあでも特攻キャラっすね、今回。はい、こいつに限っては。はい、てな感じで今回はガチャ動画でした。はい、皆さんはガチャ引いた方はどうでしたか。はい、僕は偏りました。はい、ということで本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。